女性に、どれだけ自分自身の話をするべきか。どんなバランスがベストなのか。いい質問をいただいたのでシェアしたい。参加者からの質問。お聞きしたいのですが、ナンパ相手に対し、自分の情報というのはどのくらい話すべきなのでしょうか。年齢、仕事、住まい、性格などなど。 特に最初のうちは自分の情報を言わないと相手も警戒するかなという気持ちもあるし、話の流れで絶対その辺のことは聞いたり聞かれたりするので、言わないと話が終わってしまうようにも思います。ただ一方で自分の情報を簡単に言わないことで、相手の上に立てたり、バランスの良いエッセイの切り替えができるかなとも思うので、いつも自己解除をどの程度すればよいか迷ってしまいます。 このあたりいいアドバイスがあればよろしくお願いします。岡田の答え。まず、ターゲットの女性からの質問に対する答えには、ちょっとしたルールがある。質問の3回中1回は回答する。3連続で聞いてきたことは回答する。それ以外はじらし回答。女性から出てきた質問のうち、 どれを答えるかは基本自由だが、やはり、回答の仕方で会話を膨らませやすいものを選ぶべきだ。例い。くつなの俺 ?37 だよ。本当にお前今ちょっと馬鹿にしたよな。えしてないしてない。ない,いいおっさんなんだから。でも、お前も家だとおっさんだろ 失礼な。そんなことないよ。どうせ帰ったら、ビール飲んで、そのまま寝るだけだろちゃんとお風呂入りますメイク落としますマジか。メイク落とすとどうなのといった、会話の展開がしやすい、定番の答え方を持っている話題を回答専用に選ぶといい。そうすれば、情報を与えすぎないことでの不信感と、 情報を与えすぎることでのステータス低下。双方を防ぐことができるどころか、ブランディング的に大きくプラスに作用する。しかし、それよりも大事なことは、会話の流れの中で、事前に自分話ストーリーとして挿入しておくことだ。例えば。そういえばさ、この前俺の同僚がね、そいつ36歳なんだけど、 だから、俺の一個下か。ここで自分は37度伝える。そいつの営業先にさ、すごく笑える担当がいて、仕事の風景をイメージさせる。というやり方だ。これを自虐ベースで締めると、さらに自分の話したいだけじゃんという下手打ちを防ぎ、さらに S キャラだけど気策などの理想的なバランスのイメージを植え付けられる。 あなたが魅力的な会話力を身につけるために、こだわってほしい一つは、質問に対して答えるべきか否かではなく、何をどのように伝えるかだ。ちなみに、性格などの話を自ら伝えたところで、人はあなたとの会話、振る舞い、雰囲気を通じて、あなたから感じたイメージしか持たない。だから、言葉でダイレクトに伝えても、 ただうざくなるだけなので注意すべきだ。会話は突き詰めると本当に面白い。自分の最大の武器にも弱点にもなり得る。正しい理論を理解して素晴らしい人生を手に入れよう。ありがとうございました。